いつもご覧くださいましてありがとうございます。はい、今日はですね、先日ねアップしておりました、ショパンのワルツ、華麗なるワルツというね、作品34-1のね続きをやってみたいと思います。パート2になります。はい、まあ、2ページ分ぐらいね進もうかなと思っていますけれども、それではね早速始めたいと思います。ですね、前回に続いたところのチャラン、チャランっていうね、チャランっていうね、あの装飾音符があった後にジャララっていう風にね、あのところが続きますけども、この形もねよくあのたくさん出てきますのでね、よく練習したいなという感じなんですけれども、このね、もう本当にいかにもこうもうなんていうかな、こうワルツっていう感じ、なんかこう男性と女性がねこうやって手を組んで、こう長いドレスでねこうやってこう回ってますみたいなね、そういうのところがもういかにも想像できるようなね形になっていますよね。まあ、この、こう行ったり来たり行ったり来たりする右手っていうのがね、このあのこの曲の一つのね、あのこうもうこう目玉というか一番こう印象に残る箇所でもあるかなっていうふうに思いますね。それでこのいやで今1,2,3,4,5,6,7,8小節今弾きました。そしてまたこれが8小節あるわけですよね。同じ、左手はもう全く1回目も2回目も一緒です。この8小節ずつね、何が違うかっていうね、一番大きな違いがあります。それは一つ目がスラーなんですね、この一つの山が。でも2回目はこの右手の一番山のところね、一番上にいたタラリラって弾いた後に16分休符が入っているというところですよね。もう一目瞭然ですけれども、なのでもう本当ね、これテンポが早く弾いちゃうと、あ、休みがありますっていう風にはねとても弾けないんだけれども、でもやっぱりこのね休みが入っているということは、何かねそこでね表現をしてくださいねっていう、こうショパンからのメッセージだと思うんですよね。だからこのねちっちゃなねこの16分休符なんですけれどもね、そこをねなんかねこうおしゃれに変えてほしいですよね。なんかねセンスでね、音楽のセンスで、なんかこうなんていうかな、こう、んって、おぉ、すごいっていうね、ちょっとこう、センスをキラッとこう光らせる、られる箇所でもあるのでね、ちょっと研究していただいたらいいなっていうふうに思います。まあ、弾き方いろんなピアニストさん、いろんな弾き方されてますけれども、もうほとんど同じように弾いてる方もいれば、もう全然そこに思いっきり休符を入れてる方もいらっしゃいますし、もうそれぞれなんですけれども、一つ、こう、思うのを、まず、私はですね、工夫としては、例えば、続けて弾くとこうなんだけれども、ここ、この例えば、少しね、ヒュッとこうね、空白を少しだけ入れるっていう感じで、いや、何も、休みという感じで休まなくてもいいので、空白をねタラタラってっていう感じでね、ちょっとね入れたらどうかなっていうふうに思います。それはね、あのペダルをねちょっとね早めにフッと切るということもあるかもしれませんね。もちろんあの1回目のつなげてこれはつなげて山を作らなきゃいけないのでね、そこはもう本当に踏み替えっていう感じですけれども、2回目っ
でね、ちょっとね、入れるっていう感じでね、やったらどうかなっていうふうにちょっとね、思いますので、やってみてくださいね。ちょっとね、練習がいるかもしれません。練習して、それに慣れるということがね、必要かもしれませんけれども、こう、パッと思ったら、そういうふうに体が反応するような感じでね、弾き方に慣れていただけたらなというふうに思います。はい。で、右手先にね、説明しました。今、休みのところ説明しましたね。一番大事だね。はい。例えば、で、これ。つまり、2オクターブをね、行ったり来たりするわけなんですよ。映ってるかな？映ってるかな？映ってるね。なので、こういうポジションが、こっちにこう映ってくるわけですよね。もちろん帰り違うところもあるけども、なのでこういう平行移動っていうふうに思った方がいいんじゃないかなと思いますね。こう親指を返さなきゃっていうようなよりはスーッと、もちろんペダル踏んでますので指で、もう指でレガートみたいに思わなくて大丈夫なんで、行って戻ってくるね。この腕のこの幅を動かして行って戻ってくるっていう感じですよね。体までこうあんまりこう動かないで腕を動かすことね。上腕を動かす。で、上腕を動かすときにね、肩がね、こう入らないように、肩まっすぐ。ね、これだけ、こういう動きでやるということが、一つここを、うまく弾く一つのコツかなっていうふうに思いますね。なんでかっていうと、左手はね、もう、この体の前のこの位置から、余計に動きませんので、左手はここで固定しないといけないわけですよね。こういう動きにね。で、これが右手がこういくっていうような、この動きの違いになりますよね。はい。で、これはね、特別に取り出して練習した方がいいと思います。一番上のところの、やららん、やら、この手のひらの指の細かなね、動きが必要になってきますので、どんな風な、この力の入れ方が一番弾きやすいかな。ね、やってみてくださいね。このタンタンっていう、この3、5で弾くか3、4で弾くか、人それぞれだと思いますけれども、私は3、5で行ったかな。3、5でね、取り出して練習してみてください。タランタランってこう可愛らしく入るようにね、やってみたらいいと思いますね。そしてこれのチャーラララ最後のところですね、タララララララっていうところがあります。で、楽譜ではですね、タライラリ、これね、ここのその音をね、5で弾いて、オクターブをね、4で弾くようになっているんですよね。なので、っていう風になるんだけれども、これね、私ちょっと結構きつかったんですよね、これね。確かにね、こっちの方がね、で、5で弾いて、オクターブを1、4でやる方が、このね、手の動きにはかなってる。と思うんですね。自然に行くと思うんだけれども、手が小さい方、1、4がきつかったら、このね、その音を4で弾いて、1、5をオクターブにするっていう風な方法があります。5と4を逆にするわけですね。ただ、これだと、このね、4の指をこのね、黒鍵の間のソに入れなきゃいけないんですよね。これがね、非常にこう難しいというか、他の音を触っちゃいたくなるわけですね。これがここに入ってこうなんですね。なので、非常にこの4の、
読むとここのね、すごく注意が必要になってきますので、そこはね、練習で何とかするか、きつくても5、4の方が確実にいけるか、4、5で何とか練習してやってみるか、どっちかで決めてみてくださいね。なので、この時に2の指楽にして4がきちっと入ればいいと思います。ここになりますね。これがね、どうしても2の指がね、突っ張っちゃうとね、4がね、なかなか入りづらくなりますので、4、2、2、ちゃんとこう、ゆるくする。これね。これで練習してみてくださいね。これは1回目も2回目も同じです。最後のね、8小節目のところね。はい。で、左手、ここ左手は、うん、ちゃら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 、たら、たら、たら、ちゃってこうなるんですよね。これを2回、丸ごと同じことをやるんですけれども、この最初では全部ね、こう、ミの音なんですね。最初は全部小指はミの音。で、わけですね。この左手のこの親指、ここは1、2、1、2、ラソソファファミファミっていう流れがありますので、そのね流れをちょっとね意識すると多分やりやすいかなっていうふうに思います。だけ取り出してやってみてください。こうね、こんな感じになります。それを合わせる。この細やかな動きだいぶ違いますのでね、違う動きを同時にやらないといけませんので、そこのとこゆっくり、頭を整理しながら、合わせてみてください。きっとね大丈夫、できるようになると思います。はい、では繰り返して1カッコ行ってね、繰り返しました、2カッコに戻ってきたということにしましょう。のところに入っていきますね。そう、ここもね面白いところですよね。ですね、最初の一番最初言いましたね。例えばこのアスドア、それからイスドアね、4小節ずつ調が変わると言いました。ここも同じ原理が働いています。ここのデスドアなんですね、ここね。そう、なので、そして、S ドアなんですよね。そして、次の部分です。ここで、S ドアなんですよね。なので、フラット5個か、3つか4つかっていうところよね。いきなり変わるんですよね。でもそこがね、この変化がこの曲の特徴の面白いところなのでね、ちょっとね、覚えづらいかもしれない。ね、こういうのが得意な人はね、いいかもしれないけど。だけど、もう本当4小節4小節に区切って、最初のをね、パート1に言ったのと同じなんですけれども、区切って頭を整理しながらやってってみてくださいね。まずじゃあ、ラのフラットのところね、ラのフラットから始まるところ。
た一塊ですよね。特徴はシンコペーション、ターン、まとめね、そう、そういうところになりますね、ターン。なのでこのシンコペーションのシンコペーションとワルツのリズムっていうのがね、あのごっちゃにならないように練習するということ、リズムの練習をするということになりますね。次いきなりまた、もう形はね全く一緒なんだけれど一音だけ違う。シのフラットのところ、シのフラットのところって言ってまたそこ4小節だけ練習する。で、しみしみにこうなるわけで、ベースがね。さっきのとこは、ラーレーラーレーでした。次は、しみしみになってますので、ラレラレ。次が、しみしみ。全部黒っていう感じね。なんかこう、記憶しやすいようにね、なんか日本史のなんか、あの年号を覚えるみたいな感じですけれども、しみしみね、しみしみしみできたら次はミのフラット、そしてまとめ、とこうなるわけですね。最後のミのフラットが出てきてこれは8小節続けてになりますよね。最後の決めのところ、一番こう華やかな、部分になりますけれども、ですね、このタンタンタタタ、どっから弾こうかな、ミこの連続が続くんですけれども、ここねよく見てみるとね、ちっちゃなねスラッとスタッカートがついてるんですね。タータンタータン、ね、よく見るとそうですよね。2つずつタータン、次もタータン、タータンタータン、タータンタータン、タータン。これをねうまくね利用した、ショパンが書いてくれてるこれをね、あのうまく利用した方がいいと思います。華やかさが増します、その方が。あのもうワウンド通り弾きましたみたいなっていうよりは、このねこのぜひねこの手首をシャタンタタンタタン、こういうねあの動きを使ってそれを表現された方がいいかなと思いますね。まあそうなっちゃいますけどね、おのずとね。なのでなりますね、それを利用するとね。なのでこうジャンプしてこう移動していきますので、ちゃんと支えがねちゃんとないとこけちゃいますのでね、腕を支えながら、どっちかというとこう遠くにあるみたいなね、ちょっとこう気取って弾くみたいな感じの方が弾きやすいかもしれない。弾いてますですね、夢中になって弾くよりはどこかなんかねこう優雅な気持ちになって弾くっていうね、ちょっとこう背筋を伸ばしてっていう感じの、あのニュアンスで弾いていかれたらどうでしょうかね。左手ですね、だー一緒ですよね、ここをね、じゃーじゃーじゃーで、あの最初の部分も同じなんですけれども、ここのチこのベースを弾いた後のジャンジャンってありますよね。ジャンジャンっていうこうね、2個ずつジャンジャン、もうワルツなんでもちろん2個ずつあるんだけれども、このね、この後の
の2つのね和音を1つと考えて弾かれるといいと思いますね。絶対に1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3っていうワルツには絶対ならないでっていうふうに言いましたね、パート1の時にね。ここも同じで1、2、3、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 これをね、じゃんじゃん、じゃんじゃん、一個の、一つの動きとして、パッパッ、パッパッ、パッパッってこうね、弾いていくわけですね。次も、パッパッ、パッパッ、ね、そうすると絶対に、うんちゃっちゃ、うんちゃっちゃには絶対ならないので、気をつけて練習してみてくださいね。なので、共通音がこれね3つぐらいあるんですよ、共通音がね。でこれがこうなんかこうねこう分解し、なんていうか分散、なんていうんだっけ展開系和音のが展開して、こうやって回ってるだけなので、しっかりね、あんまこう無駄に、あんまりこう無駄に動かないように共通音を探してみて、最短距離で行ってください。そしたら、あ、なんだこんなことかっていう感じになりますので、じゃ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 っていう風にねなってますので、やってみてください。こうなってますよね。映ってますよね。こんな風に書いてあります。パデフスキー版にもね、そんな風に書いてあります。そしてでこうなるわけですね。終わった。そして、さっきのラーから始まるところ、そしてシーから始まるところっていうのが展開系で出てきます。ここには、スケールね。音階が出てきています。もうまさに音階。もうハノンみたいな感じですけれども。例えば、アーロン、ジョンベショー、そして、装飾をブラーっていうね。ね、こう行くんだ。一番ね、こう、見せどころというか、かっこいいところなんですけれども。はい。じゃあ、ここのね、スケールどうしたらいいかなっていう感じで、例えばね、まあ、合わせる感じで、まあ、楽譜にもそんな風に書いてあるんだけれども、例えば、始まり、この左手の3番目の、ちゃちゃ、ソのフラットの時に、ちゃいら、ちゃってね、4つ弾きます、まず。13っていう風に数字が打ってあって13個弾くんだけれども、もうそこはもうニュアンスで最後のトーンは合わせるしかありませんので、ひとまず4つ弾いといて、レのフラットで合わせておく。次の章ですね。っていうのを分解してまず練習してみるといいかなと思いますね。なので、1、2、3、4、レのフラット。
ようになったら2小節いっぺんにやってみる。今度は2小節つなげてやってみるっていう感じで調整していかれたらいいかなと思いますね。そんな風に弾きなさいっていう決まりではありませんので、皆様のやりやすいようにいいかなとは思いますけれども、ただこの始まりのね、書いてあるところを見ると、ここからスケールが始まってますのでね、それを合わせてやるとやっぱりね、フラットで合わせた方がいいかなっていう感じ。次は C のフラットのところも一緒です。そうやって最初で分解してやってみてくださいね。そして2小節続けて練習。はい、次。で、また次に行くんですけどね。このね、終わり方、じゃーん。ちょっとね、息を抜くといいかなっていう気はします。もういや最後まで行きたいと思ったらそれでもいいんだけど、例えばで行くかね、それかで次にかね、もうそれはもうそこまでどういう風に弾きなさいっていう風にはショパン書いてませんので、まあ自分の好みでね、ニュアンス的に。ただ、チャラチャラチャラ、最後の、これを少しね、こう、優しめに弾いてる方が多い気はします。なので、好みで、決められたらいいかなっていうふうに思います。はい。じゃあですね、今日はね、だいたいここぐらいまで行きたいと思いましたね。うん。なので、続きはね、また次やりたいと思うんですけれども、非常にね、今日やったところって、とってもね、大事なところだし、もう一回ね、丸ごと後半に出てくるんですよね。丸ごと出てきますのでね、今のところまでやってればもう、4分の、半分ぐらいできたかなっていう。まあ、最後コーダもありますけどね、感じになりますのでね、まあ、ヒントにして練習してみてください。はい。では今日はこれで終わりたいと思います。何かご質問ありましたらコメントをお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。